というわけでやってまいりました。はい、実況プレイの方になります。というわけでね、はい、フィールドの、ね、アイテムをねちょっと命がけって言ったら大げさですけど、ちょっとね回収していきたいと思います。ただね、まず一旦ポルトリンクの方に向かいたいと思います。やっぱり主人公いた方がいいですからね。オフィスの襲撃にちょっとあったんで、まあやはりまだちょっとお金にね若干余裕があるので、ドラマができそうですよね。持たないんで、最悪の場合ちょっと主人公は捨てさせていただきます。それでですね、確か、まあ、いや、ひとまずポルトリンクの方にちょっと向かいたいと思います。ポルトリンクの方まで近づくとプリズニャンだとか、海岸付近ではエビラとかいう、まあ、ちょっとだけ強さがおかしいモンスターもいるんで、なかなかそう甘くはないんですけど、まあ、夜にならないうちにポルトリンクに、ね、行きたいと思います。あ、これですよ。このエビラが攻撃力がちょっとおかしいんで、あ、まずいですね。はい、というわけでね、はい、一回全滅しちゃいました、ね、あのエビだとかシビレクラゲはどう考えてもちょっと強さがおかしいんですよね。まあ、というわけでね、なるべく海岸の方は避けたいと思います。まだ道なりに行った方が良さそうなんでね。じゃあまあこのままちょっとね、強行突破の方をしていきたいと思います。はい、ね、先ほどね、ほんと先ほどはね、大木槌の襲来だとかね、いろんな事件がありましたけどね、ポルトリンクとかね、低レベルではね先に行くことすら大変だっていうことをね、ほんと身をもって知らされますよね。行きました。ちょっとね、本当にギリギリでしたね。はい、まあなんとかね、危ないながらもね、ポルトリンクにたどり着くことができたんで、ひとまずね、パルトがこう、あさって、もちろんこのままじゃダメなんで、ちょっと一回またフィールドのアイテムを回収しに行かなきゃいけないんですよね。でここの作業がだいぶ鬼畜になってきます。まあ、ひとまずね、宿屋で一回ね休みたいと思います。
ドラクエ8ではね、そのアイテムがね、手に入りにくいと言いますか。とにかくドラクエシリーズ、まあ、共通していることはお金が手に入りにくいですよね。まあ、やっぱりお金が片手に入っちゃったら面白くないんですけども、まあ、せめてね、もうちょっと手に入りやすくしてもいいんじゃないですかね。はい、ここからが、まあちょっとね、恐怖の鬼の関門といいますかね。この時点で配分をミスらないように、一回ここで5つ目のファイルを制作したいと思います。というわけでね、今からがね、そのね、まあ、さっきから何度も地獄と言っていますように、そのまあシーンにね直面するわけなんですけども、何をするかっていうと、まずオセアノンに勝つために最低条件があるんですよね。そのためにこの鉄の鎌ってアイテムを買わなければいけないんです。とにかくだから、これこのアイテムがないと絶対に勝てません。なので910ゴールド集めなきゃいけないんですよ。で、それでですね、今152ゴールドしかなくて絶対に勝てません。なので、まあね、ここで唯一ちょっとお金稼ぎできるのが、ここに野草、いろんな草を売ってくれるお姉さんがいるんですよね。で、これが1回10ゴールドで売ってくれるんですよ。で、ここで、おお、一発目から条約層出ましたね。そうなんですよ。ここでもし10ゴールドで条約層とかが、10ゴールド、売ったら10ゴールド以上になるものが出れば、その、お金儲けがちょっとでもできるわけですよ。例えば、まあ、今ちょっと、あ、じゃあ今のうちもう一つ条件言っておきます。オセアノンではただの薬草ではダメです。常薬草が最低でも13個だったっけ、多分確かいります。なんで13個揃えなきゃいけないんですよね。で、その常薬草ってほら88ゴールドじゃないですか。そう考えるとちょっとでもお金がね儲けられるんですよ。で、ただ今のはあまりにも運が良すぎるんですよね。で、条約層が出る確率っていうのは、計算したところ、誰かが計算したところによるとおよそ 2% だとか。なんで一回こうやって条約層が出るたびにセーブするっていう、ね、超地味な作業になります。まあでもこうしないと勝てないんで、まあしょうがないですよね。地味なんですけど、まああと12個と、あとね、その装備品もね、最強装備にしなきゃいけないんで、という作業を、まあ、視聴者の皆さんに見せても、まあ、しょうがないんで、ちょっと、あとはこのね、この動画のね、うっぷ主が必死にね、頑張りたいと思います。それでは皆さんね、またオセアノン戦まで話が進んだらね、録画したいと思います。